はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのは、こちら、ウルトラマン、フュージョンファイト、ルーブの絆、ウエハースです。 はい、ウルトラマンルーブの放送開始に合わせて、データカード出すゲームのフュージョンファイトもルーブの絆第一弾で、アーケードの方も稼働開始になってて、それに関連してウェハースも発売しましたね。全12種ですべてがオリジナルカードですよね。パッケージにはロッソとブルが映ってて、本編だとまだ頼れない二人ですが、こうやって見ると、さすがは光の巨人感。中に入ってるのはロッソフレームブルアクア、ロッソアクアブルフレーム、 ジード、プリミティブ、オーブオリジン、ゼロビヨンド、ギンガ、ビクトリー、X、グルジオ、ボーン、ベリアル、アトロシアスで今回はなんとニュージェネレーション関連がラインナップしまくりで6兄弟系とかいませんねとりあえずワンボックスで買ってきましたので全部一気に開けましょう じゃあまず向かって右列から、ルーブ本編はまだまだコミカル路線って感じですが、そうそうそう、面白いんだけどさ、個人的にちょっと寂しいのが、怪獣側にあんまりドラマがないんだよね。あくまで、愛禅誠の使い魔的な立ち位置だから、怪獣側にストーリーの深みがないのがちょっと寂しいのと、あと、行方不明になったお母さん、個人的には、朝日節。妹がお母さんなんじゃないかなと思ってるんだけど、 絶対そうだよね。なんか、妹のこと知らない人が多すぎるし、あいぜまこともね、妹さんがいたの知らなかったって言ってたし、第1話で変身するまで朝日って登場してなかったんだよね。で、最新話でも、家族が4人って言った後に朝日がめっきってやった瞬間に5人っていう風に言い直すとか、何なんだろうなと思って。とりあえずルーブの大きな謎としては、お母さんがキーになりそう。はい、まずは1枚目、ドドン。お、グルジオ様、グルジオボーン。 こうやって見ると、ウルトラ怪獣感ないね。骨骨ザウルス感あるけど、本編ではしっかりウルトラ怪獣でしたよね。今回唯一の怪獣枠。じゃあ2個目。はい、ロッソのフレーム。キラキラ。そして今段からまたカードデザインが変わったかな。それでは3つ目、せいのよ。 はい、X、おおアタッカー X 状態。え、いいなあ合ってるよね。アタッカー X だね。これは意外な絵柄。いいなフュージョンファイト。さらに、よっと、なんか裏側に入ってるね。はい、アクアのブルーで弟くんですね。そして、ドドンウルトラマンオーブオリジン オーブカリバ武装状態で、もうオーブといえばオーブオリジンに最近はなりつつあるけど、スペシウムゼペリオン付き。せいのーよっと、はい、ビクトリーですね。一応ルーブではタイプチェンジクリスタルで使うような形。よっと、はい。これがブルーフレイムクリスタルチェンジ状態で、 これからは後で詳しく見ましょう。どーどんおアトロシアスベリアルアトロシアスかっけーかっけーが出ました。てか全然ダブってないから、もう揃っちゃうよね。はいゼロビヨンドです。ジードの相方。さらに、10個目は、 ロッソアクアで、あれこれで、全12種類中10種類が出るっていう超良心アソート列じゃないあと出てないのは、銀河とジードプリミティブか。じゃあ左の列行きましょう。シクレとかないのかなはい、銀河いきなり出ました。今回の水枠ですね。ていうか、ビクトリーは土枠だから今回は、 銀河関連で重要クリスタル2枠埋まってますよね。ジードプリミティブ来いおお来たジードプリミティブ武装状態でこれで12種類全部揃いました。ジードクロー。ジードクローちょっと遊びにくかったんだよね。じゃあ残り8個はもうここからはダブっていく感じかな。はい、ロッソフレイム。あ、ちなみにウエハースは バニラクリームでございます。いいよっと、はい、グルージオボーン、うん。ダブってくね。続いて、ウルトラマン X。この絵柄めっちゃいい。さらに、ロッソアクア、ブルーアクアで、残り4つで、オーブオリジン。全部やっぱダブってくね。いいよっと、はい。 ビクトリーでツりゃ。さらに、残り2つ。はい、アトロシアスベリアル。最後は、ブルーフレイム。はい、では配置した20枚のカードを確認しましょう。ラインナップの全12種類はワンボックス買って揃いましたね。というか、だだだっと右列と左列の前2つ買えばコンプするような形で、 番号順に見ていくと、ウルトラマンロッソフレイム、これが2枚で、これは光ってますね。フォロー枠で、ロッソかっこいいよね。てか、ロッソブルほんといい。わかりやすくヒーローって感じ。ジードはね、悪役顔だったもんね。で、これがもう1枚出て、さらにブルー。 アンダースーツ柄とかここのアーマー部分は共通っぽいんですが、ロッソと。色が違ったりとか、一本つのが違ったりとか、アンダースーツ柄が反転してたりとか、兄弟ウルトラマンで共通点がありながらもしっかり差別化されてますよね。っていうか、ロッソとブルは一体どこから来たんでしょうね。はい、近づくとこんな感じで、後ろはスペック表なんかが書いてあります。絵柄自体は共通ですね。表と裏と。 で、クリスタルチェンジして、ロッソのアクア。ブルーに色が変わってて、裏側はこんな感じで。はい、クリスタルチェンジして、アクアからブルー。改めて、フレームとアクア比べるとこんな感じで、ほぼほぼ色が変わってるだけなんですが、胸のアーマーが若干変更されてるのと、ロッソのクリスタルチェンジの見た目はこんな感じ。 これが2枚出て、ジードプリミティブ、ジードクローブ装状態で、特にブルとロッソを見た後だとめっちゃ悪役顔。これでね、最初の方は損してましたよね。リクはほんと大変だったと思う。はい、裏側はこうで。これは1枚のみで、逆にオーブとかはわかりやすくヒーロー顔ですよね。オーブオリジン2枚出て、 オーブカリバー武装状態からの裏側。ゼロビヨンドかっこいいな。自動の本編でしか変身しないっぽいのが本当もったいない。正式なパワーアップフォームでも全然ありだと思うけど、一応はゼロのブレスが壊れてる間の非常用のパワーアップフォームですよね。にしてもかっこいい。もともとのゼロからするとだいぶ見た目違うんですけどね。 アーツも楽しみだなでリンガ表側裏側でリンガも見た目すごい好きこのクリスタルが光っててで相方のビクトリーこれは1枚しか出なくってビクトリーは2枚でエレキングテイルに武装してる状態ですね。 はい、表側、裏側で、地底人が変身するウルトラマンっていうなかなか特殊性がありましたけど、当時そこまで地底人っていうのがあんまり話題にならなかったのが不思議だった。 リンガとビクトリーはさ、合体後のリンガビクトリーがかっこいいんだよね。で、ウルトラマン X、アタッカー X 状態で、これは2枚出ました。はい、表側、裏側で。X はここ最近ね、すごく押されてて、個人的には嬉しい。で、グルジオボーン、ルーブの最初の敵で、これもでも何か秘密のありそうな敵ですよね。一緒にルーブと戦いながら地球に降り立ったっぽかったですから。 はい、表側裏側で絵柄すごいな迫力でこれも2枚出て最後はウルトラマンベリアルのアトロシアスジード本編でのベリアルの最後の姿でベリアルもいろんな姿がありましたが最後にねまた強そうなというかカオスロイド版みたいなグッとくるものがあるカオスロイドとかほんとかっこいいもんねはい表側裏側 ということで新発売したウルトラマンフュージョンファイトルーブの絆ウエハースを一気に解放しましたとりあえずワンボックスを買えば12種類全部揃いますし最近のウルトラヒーローばかりラインナップされててニュージェネレーション系が全部 入ってますからこれは銀河以降ウルトラマンを見始めた人にはなかなか熱いウエハースじゃないでしょうかそしてずらっとここ最近のウルトラマンを見てもやっぱルーブ系かっこいいっすねロッソもブルもただ現状本編での強さがイマイチですから今後本編でガッツリ活躍してくれることを願います以上食玩ウルトラマンフュージョンファイトルーブの絆ウエハースの紹介でした